U25A は遭難者の上空に向けて飛行し、援助物資を遭難者近くへと投下します。 U25A が援助物資を投下しました。 U25A は上空にて待機し、無線を使用して救助用ヘリコプター UH60J を遭難者まで誘導します。会場、台形をご覧ください。 U25A に誘導され、 UH60J が侵入してきました。 UH60J は遭難者を駆けつつ救出に当たります。60J はホバリングと呼ばれる空中停止の状態に移り、救難員が遭難者の救出に向かいます。救難員とは人命救助に関する厳しい訓練を受けた屈強な男たちで、救助のスペシャリストです。UH60J は最寄りの飛行場や病院へ遭難者を搬送します。 U25A は遭難者を安全確実に目的地まで搬送するため、飛行経路の気象状況を確認し UH60J へ知らせます。このように U25A と UH60J が協力し合うことで、厳しい環境下においても遭難者を捜索、発見し、救助することが可能となります。H60J が着陸します。これからも、ルータバル
救難隊はいつ起こるかわからない航空事故や災害に備え万全の訓練を行ってまいります。すでに皆様のそばにいる噴火丸救難隊を